카키상과 헤어진 후 예전 내가 일본에 처음 와서 생활하던 기숙사로 향하는 길에 문득 26살의 내가 일본 유학을 결심한 이유를 떠올려본다. 대학 시절 연극 영화를 전공한 나는 군대를 다녀오고 대학을 졸업하고 영화, 연극 등 여러 오디션을 다니면서 이것저것 닥치는 대로 일을 하였지만 일 특성상 불규칙한 수입은 어쩔 수 없었다. 어쩌다 운이 좋아서 광고일이 들어오는 날은 하루 촬영에 100만원이 넘는 돈을 받기도 했지만 이건 정말 운이 좋을 때나 가능한 일이었다. 그랬기에 난 서울에 혼자 살면서 새벽에는 헬스장 알바, 저녁에는 노래방 알바, 그리고 오후에 남는 시간에 오디션을 가는 식으로 생활을 했으며 짠돌이 같은 생활로 많은 수입은 아니었지만 월 50만원에서 100만원은 꼬박꼬박 저금을 했던 것 같다. 하지만 그 당시에 난 주변 친구들은 다 취직을 하여 매달 안정된 월급을 받으면서 생활하는 것을 보며 내심 미래에 대한 불안감이 들었던 것 같다. 대학 졸업 후 이런 식으로 반년 정도 일을 하고 있을 때였다. 노래방 알바를 하면서 카운터에 앉아있는데 내가 평생 이걸로 먹고 살 수 있을까? 라는 생각이 문득 들었다. 그렇게 그날 노래방 일을 마치고 바로 집으로 향한 나. 집에 도착한 난 노트와 볼펜을 꺼내서 내가 처한 현실을 적기 시작했고 지금처럼 생활했을 시 장기적으로 어디까지 목표를 할 수 있는지에 대해 구체적으로 적기 시작했다. 세 가지 일을 병행하면서 매달 150만원 정도 벌어서 안 쓰고 안 먹고 저금하면 1년에 1000만원 모으면 진짜 많이 모는 거였다. 1년에 1000만원, 이게 1억이 되려면 10년, 10년 후면 36살. 꿈도 꿈이었지만 당장 미래에 대한 불안감이 닥치자 가만 앉아서 어떻게든 되겠지라는 생각만으로는 안 되겠다는 생각이 들었다. 뭔가 변화가 필요했다. 대학에서 전공한 연극 영화, 꿈을 위해 열심히 노력해서 이룬 거였지만 막상 졸업 후에 사회에 나와 무언가를 하려고 하니 참 답이 없었다. 어디 취직도 마땅치 않고, 물론 내 성격상 원래부터 회사에 취직하는 건 생각도 해본 적 없지만 말이다. 그렇게 이런저런 생각 끝에 내린 내 결론은 지금까지 꿈에 대한 미련으로 질질 끌고 왔던 배우의 길을 접어야 된다는 생각이 들었다. 일이 언제 들어올지도 모르는 상황에서 모든 일을 수입도 불규칙한 그쪽으로 스케줄을 마치다 보니 다른 일에도 덩달아 피해가 생기고 있었다. 참 오랫동안 꿈꾸던 일이었지만 현실 앞에서 접는 건 한순간이었다. 그래, 그럼 이제 어떡할까? 갑자기 지금까지 해오던 생활을 관두고 내가 과연 뭘 할 수 있지? 그렇게 또다시 생각에 잠긴 나. 그런 고민 끝에 내린 내 결론은 일본에 가자. 지금 생각해도 내가 왜 일본에 가야겠다는 생각을 한 건지 이해할 수 없지만 뜬금없게도 그때 떠오른 생각이 그냥 일본이었다. 어쨌든 10년 전 유학생 시절 생활하던 곳에서 방금 헤어졌던 아카기상을 만난다니 인연이란 참 알 수 없는 것 같다. 그때였다. 待ってたよ. 네? 帰ってないんですか? 待ってたよ. さっき挨拶したじゃん。したよ、したよ。 よく分かってたんですね、ここで待ってて。 ここなんですよ、ここ。 여기가 옥근 씨 집에서 집이에요. でも 入れるの? いや、多分入れない。 들어가다? ここですね。 なぜか分かんないんですけど。 들어가. 1年ぐらい私。 3ヶ月ぐらい住んでて。 ここ? なんかなくなっちゃったんですよ。 寮じゃなくなるから。 怖い話じゃなくて、寮じゃなくなるから、近くにある火災の同じ寮に引っ越してくださいって言われて、それで出たんですけど、最初私が初めて来たのはここです、ここ。変わってない。変わってないですね。とんかつ屋もあった。とんかつ屋もあった。ここの部屋なんですよね。私3階だったのかな。1、2、3。うん。この道路側。そうですね。 綺麗なとこや。思ったより。あ、そうですか。初めて来た時に。どう?ん?消防。ちょっと待って。ここで家賃は俺前よ。5万ぐらい。5万ぐらいで、5万で何がついてるの?5万。5万で?朝ごはん。夜ごはん。電気、ガス、水道、全部含めて。1人。1人で。 ネットも全部あるから。ネットもある。安いのは安いんですよ。安い。駅から10分かかんないぐらい。そうですね、10分かからないですね。早く歩くと7分ぐらい。そうだね。でも女性は絶対禁止です。彼女とか連れて行っちゃダメです。ダメ。うん。なんでよ。
それがデメリット。あれ？なんか彼女いなかったから。彼女は？勉強。彼女はいなかった。何がいなかった？何もいなかった。何もいなかった。何もオプション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 。おお。本じゃ本じゃ。真じゃ？本じゃ本じゃ。本じゃ本じゃですよ。本じゃ。見たこういうとこ住んだことないですよね。うん。寮でしょ。寮じゃないでしょ。でも実際その一人部屋であのほらお風呂とかもあるところでしょ。うん、みんなで使う。あ、共同、うん、あ、ないないない。テレビもない、冷蔵庫もない。え、じゃあどうしてんの冷蔵庫。みんなで使ったり。あ、共同。逆にいらないんですよ。だから冬は外に出しといて。そっか、ベランダに出しといて。そっか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 、うん。あ、じゃあの韓国でいうと腰、なんていうか、コムウォン、じゃあ腰ウォン、腰ウォンみたいなところ、うん、でもそれよりはまあちょっといいかな、ちょっといい、うん、あみたいな感じ。うわー、すげえ中気になるけどな。風強いですよね。火災は風が強い。本当だから私 そ,、ね、その時偏見持ってて、うん、日本ってこんな風強いあの場所なんだと、うん、ああまあまあまあ、まあ、でも違ったんです。ここは特別、火災は、うん、やっぱり、うん、ディズニーランドも近いし。あ、それみんなわかるかもね。ディズニーランドの近くとかだったら、いつもここで勉強して、うん、夜一人じゃん。だから一人で出て、どうするの。出て、外出て出て、あの散歩行くんですよ、うん、火災臨海公園。近い近いです。行ってみます、うん、時間あるんですか。あるよ。行った行った。ちょっと行ってみます。カジャ、はい、カジャカジャ。さっき言ったじゃん、その彼女絶対ダメだ、うん、ダメ、禁止だと言ったじゃん、うん、みんな連れてきてさ。おいおいおい。いや本当私はないんですけど、うん、夜びっくりしますよ。歯磨き気にする。え、な、なに、なに、ヨジャが必要だ。上いそうよ、上。しかもね、アメリカ人みたいな人が、まだ記憶に残ってて、それが。びっくりしましたよ。韓国人の留学生がアメリカ人の。違う、アメリカ人とか、ドイツ人とか結構いたんですよ、ここ。あ、そうか、韓国人だけじゃない。韓国人だけじゃなくて、中国人とか。で、あそこも、100円ローソンがあったんですけど、いやー、なくなりましたね。なったね。よく使ってましたね、100円ローソン。何買ってたの、そこで。まあ100円もしないパンとかあるんじゃないですか。ああ、よく食べてたあのコペパン。コペパン、あのでかいからボリュームあるからね。80円の幸せっていう自分の中で。わかるわかるわかる。いやー、でも留学生の希望だったのがなくなりましたね。100円、100円の、うん、そのパン食べたかったね。そうですね、コペパン、うん、ちょっと探そうよ、もしあったら。日本に来て初めて食べた日本の食事って何？ここに来ました。初めて食べた日本の料理。いや、覚えてない、覚えてない。そう、外食よ、外食。自分で自炊食。その時ですね。実はですね。何？実は何？言っていいかな？何？連絡してた人がいたんですよ。これちょっとこれチャラいな。いやいや、チャラいこれが、チャラいな、これが、そう、これが、あの友達を、うん、あの日本に来る前に、うん、ネットで探すそういうサイトがあって、日本人と韓国人が友達になれるあのサイトがあるんですよ、うん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 、そこで調べて連絡して、うん、実は初めて到着するんじゃないですか。到着しました、うん、荷物置いて、置いてすぐ私銀座にいたんですよ。いきなり、いきなり、いきなり銀座定番配合。そういう記憶があります。それがじゃあ初めての食事したってこと、その人。そうですね、まあその前に一回旅行で来たんですけど、友達たちと。ああ、でも留学として来たのは、うん、